モーニングジャム。3、4、おもろい家族パート2。この時間はいい土地にいい建物を、斉藤工務店、噂の自販キャム屋さん、給食、久留米の不動産会社若菜エステートの提供でお送りします。さあ、12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグという美味しいコーヒーのセットをプレゼント。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、それからね、元来このおもろい家族というのは盆正月、はい、皆さん親族が集まった時に、ようも毎年同じ話でこんだけ爆笑できるなっていうね、あの子供の時にそう思ったあの家族の話ってあるじゃないですか。ありますね。まあ、そういうのね、あのどこの家庭にだって一つや二つ、いや三つ四つあるはずです。それをね、ぜひ送っていただけたらっていうところからスタートいたしました。はい、まあ、だからね、またこの話で盛り上がってるよまあ、あの家の中じゃね、もう毎年の恒例行事だけれども、そんだけ爆発力もう毎年聞いても笑えるってことはもう鉄板ってことですから、ぜひね、あのまた年明けに送っていただければ、はい、年明けというと、そうです、あの1日挟む、正月挟むということなんで、ずいぶん遠いみたいに感じますけれども、いよいよあさってこのモーニングジャムは公開生放送公開生放送の時のおもろい家族は傑作選をお届けするっていうことなんで、はい、キャロルシティ博多でね、朝7時半からスタートします。6時半ぐらいに会場開くっていうことなんでね、はい、はい、どうぞよろ、会場開くっていうのはね、会場の会は会うってことですね、6時半に会場会場が開くっておかしいだろう、ダブルミーニングだろ、そうじゃなくてっていうことでね、はい、12月31日でね、はい、仕事もこれだけなんで、もう思いっきり私もですね全身全霊でこの後倒れてもいいくらいのもう感じのパワーでやっておりますんで、全速力使っていつだってそうですよ。いつだって、まあ、全速力ではあるけれども、他に仕事があるとちょっとこう抑え目で、誰が抑え目でだ。抑え目じゃダメなんだよ。配分しとんのかーって。配分しとんのかいって、当たり前やないかーいって。あのさ、なんていう告白だよ。びっくりするわ。こっちのセリフですよ。あの、ぜひね、はい、1月2日、あの金の中地丼令和バージョン70人に当たるから、はい、あのおめでたいもの持って大集合ね。で、おめでたいものがなければないで、でも当たらないこともないということですから、そうですね、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、今日届いたおもろい家族いきましょうか。まあ、あの年末年始というのはほとんど関係ないようなものからいきましょうね。こちら男性の方からいただきました。30代ですね。中地あっちゃん、こんにちは。こんにちは。私が小学校高学年の頃の話、はい、当時なぜか家の防犯にハマってて、防犯に、うん、糸を大量に自分の部屋にくくりつけ、罠みたいな感じで張り巡らせておりましたで、ある日うちの母からなんか糸の減りが早いよねと言われて、あんたじゃないよね、あんた裁縫しないし、お姉ちゃんかなと言われて、姉も何度も疑われておりました。バレたくないので、知らんよとごまかしてました。母もたまにしか部屋に上がってこないのでごまかせてました。で、糸を設置するのは自分が学校から帰ってきて母が帰ってくるまでの間。そんなことをしていて、ある日母に不意をつかれて部屋に入られてしまって、やっぱりあんたが犯人やったぞとしこたま怒られましたそれから自分で別の防犯対策を考えて、寝る前に窓の枠のそば、部屋の入り口に画鋲をたくさん配置するということを思いついたそれを始めて1週間ぐらい経った時、自分が寝ていたんですが、うちの姉が私の部屋に入ってきた途端、ギャーその声を聞きつけた母が私の部屋に上がってきて、姉から状況を聞いて、その後寝ている私に思いっきり原骨で、あんた何しようと、バカじゃないと、姉ちゃん画鋲が足にいくつも刺さったんよ。姉は号泣、眠たかったのに怒られて、翌日寝不足で起きた瞬間、ギャー
自分の仕掛けたトラップに気づかず自分の足に画鋲が6本刺さってました、夜中姉が、そして朝私が、自業自得とはいえもう本当大変でした。最近それを思い出して姉と母に話したら全く記憶にないらしい。あんなに痛がってたのに忘れたんかい。それから部屋に仕掛けるのはやめました。でもその頃の防犯にハマってた気持ちっていうのが未だあるんでしょうね。今私が住んでいる家の周り防犯対策やばいです。150坪の敷地の中に防犯カメラ4台、ダミーのカメラが4台、センサーライト20近く、誰かが入ってきたらブザーが鳴るもの1台、窓の20ロック、某警備会社のステッカー5枚、防犯ステッカー10枚近く貼ってます。玄関に分かりやすくある防犯カメラはダミーで、ライトに見せかけた防犯カメラが本物だったりします。なるほど。家の中にも防犯カメラが、カメラはスマホでも確認できるタイプのものでアラートが鳴ります。入り口のところにはセンサーライトが反応するようになってて、自分の部屋はパソコンで人が入ってきたら自動で録画するものにしています。防犯対策で多分アマゾンで10万以上は使ってる。おかげでうちの周りは不審者情報をあんまり聞きません。なんか用心深いんでしょうね。そうなんでしょうね。まあ、家の中にね、なんだかんだのお宝があるっていうことだったりするんでしょう、でもまあそんだけ防犯対策してるってことはね、うちにはお宝がありますよってこう宣伝してるやめなさいっつよっぽどだろうなみたいなそのコメント一番ダメだろ大晦日本当に。まあとにかくね、はい、まあ対策するにこうしたことはないという。そうですよそうですよ、うん、もういきなり普通のコメントになっちゃいましたさあそれからね、もう一つ言っときましょうか。大晦日なんでね、サービスということで、こちら女性の方ですね。中地あっちゃん、こんにちは。こんにちは。年の瀬、青ざめる思いをしたので聞いてください。はい。うちの3姉妹の娘、アナと雪の女王2を映画館で見たいから、冬休みになったら行こう行こうとしつこく言っていました。それを知っていた私の父、29日に映画見に行こうと長女と約束してくれたんです。で29日朝、父は電車で甥っ子と姪っ子も引き連れて大牟田駅から鳥栖駅に出発。私たちは鳥栖に住んでいるので、甥っ子小学6年生はスマホを持っていて、今電車乗ったよと連絡してきました。子供たちはイオンモール筑紫野で映画を見たいと言っていたので鳥栖駅で合流し、だからこの人は鳥栖に住んでるってことですね。天拝山駅まで父と孫たちで電車で行くことにしていました。準備を整えて鳥栖駅まで子供たちを連れて行って電車を待ちました。おいこからもう着くよと連絡が来て、すぐにホームに電車が入ってきて、これだと思って、私の娘3姉妹を乗せました。じいちゃんたちは乗ってると思うから乗ってから探さんね、もし見つからんやったら天拝山駅で降りるとよかけんと子供たちに伝えてドアが閉まりました。おいっ子に今乗せたよと連絡したら、え何をと返事。子供たちたいと返すと、まだついてない。数分後に反対のホームに鳥栖終点のワンマン電車から降りてきた父と甥っ子と姪っ子、しかも父は何やら段ボールを手に持って、映画見に行くのに何持ってきたと思うと尋ねたら花と言われて、中を覗き込んだらパンジーの苗、正月実家に帰った時でいいのにと思いながらもパンジーの苗を受け取って事情を説明。三姉妹は天拝山駅で待ってると思うから天拝山駅で合流したら連絡ちょうだいと甥っ子に伝えて、私は段ボールを抱えて徒歩で家路に帰って、トイレにしゃがみ込んでスマホで三姉妹が乗った電車が何時に天拝山駅に着くか見ていると、三姉妹が乗った電車は快速電車で天拝山駅には止まらない、私はトイレで一気に血の気が引きました。三姉妹というのは小学4年生、小学1年生、そして4歳。うわ、もちろんスマホもキッズ携帯も持っていなくて乗り換えなんて教えてない。朝10時半過ぎていて博多を通り過ぎる頃、私はトイレから飛び出して休みだった旦那にまずいことになった。何が。天拝山駅におらんよと言われて、あの子たち快速電車に乗せてしまって天拝山を通過しているの、ちょっと天拝山駅で待っててまた連絡するからと話を聞いた旦那は慌てて出かける準備。
私は土佐駅に電話して事情説明、車掌さんが探してくれることで三姉妹の特徴を説明、また連絡しますと言われて一旦電話を切って旦那にそういうことですと言うと旦那は絶句、すると甥っ子から電話が入って合流した。えちょっと変わって、もし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 、どうやって天拝山駅に着いたの。そしたら長女が快速電車で止まる駅のアナウンスに天拝山が入ってなかったから二日市駅で降りて駅員さんに天拝山駅に行きたいって尋ねた、そういうことだったのか。青ざめて娘の成長を感じた、びっくりした出来事でした。よかった。